皆さんこんにちは。 EOS グループの志田です。ブロックチェーン技術の基礎知識、電子契約における活用シリーズでお伝えしております。今日のテーマはこちらです。ブロックチェーンとはについてお話をしていきたいと思います。さて、このブロックチェーンとはなんですけれども、今回実際にブロックチェーンを目で見てみるといったことでスタートをしていきたいと思います。ブロックチェーンとはイメージで見ていただくと、実はこれなんです。見たことありますかね。大福町とか書いてある右のところはですね、大阪堺市で見つかった鉄砲鍛冶屋から見つかった帳簿っていうんですけども、まさにこういった帳簿なんです。非常に昔から人間は使ってるんですね。じゃあちょっとこれを実際に使って説明するのは今ないので、もうちょっとイメージしやすい現代における、じゃあ大福帳って何だろうっていうと、通帳ですね。銀行の通帳もだんだんなくなってきてはいますけども、こんなものです。じゃあこの中に何が存在しているのか、書かれているのかといったことなんですけども、ここです。通帳を開いていただくと、ここにはさまざまな取引、そして残高が書かれているんですね。ブロックっていうのはこの台帳の1ページに当たるものと考えてください。つまり一定期間における取引がの塊ですね。それが書かれている。じゃあブロックチェーンのチェーンは何なのかというと、こちらなんです。それぞれの通帳の1ページというのは必ずつながっています。残高があって、そこが次のところに辻褄がちゃんと合うように全部つながってるんですね。つまり1ページ1ページが全部ブロックでこうつながっていると、そんなイメージなんですね。さて、ではこのブロックチェーンにおける台帳なんですけども、まさにブロックチェーンは台帳というものなんです。実はこの右側の部分何かというと、ビットコインにおけるですね、トランザクションって、つまりこれ取引ですよね。それの累計数なんですね。ものすごい数が全部記載あるんですけども、実はこの取引が全てブロックチェーン上に記載されているんです。ビットコインでは2009年1月3日に誕生してから、その記録が全部書かれていると、そういうものがブロックチェーンにおける台帳なんです。さて、今2009年1月3日というふうにもう言ったんですけれども、ブロックチェーンにも実は最初の始まりがあるんです。これは何かということなんですけど、ジェネシスブロックといってですね、一番最初の取引なんですね。一番最初のブロック、ここに書いてあるんですけど、最初ですね、50ビットコインがですね、口座に移された、ここから始まったんですね。じゃあなんでこの時だったのかって、実はちょっとこんなエピソードがあります。これはですね、同じく2009年1月3日の、英国のですねタイムズの記事なんですけども、ここにちょっと注目をしてください。これどういう意味なのかということなんですけども、実は銀行救済に2度目の公的資金注入へといった記事なんですね。つまり政府がですね、金融世界に介入をして、操作したこと、それに対して政府介入によるですね、やはり危機だというふうに考えたんです。ですので一番最初のトランザクションには何て書かれているかというと、ここにあるこの記事の見出しがですね、テキストとして送られてるんですね。ですので、そんないわゆる金融の世界における中央における管理に反発をした、もしくは違う世界を作っていきたいといった願いを込めて、ビットコインというのは生まれたんですね。さて、じゃあよく言われるですね、これが誰が始めたのかということなんですけども、よく言われてるのがサトシ・ナカモトさんだ、日本人っていうふうに言う噂もありますけれども、というふうに言われてます。すいません、これちょっと勝手に出してるんですけれども、でもですね、これ実は検索をしてみるといろんな顔出てくるんですね。実はたくさんいるよと、実はアンドロイドだったのとか、でもっと言うとですね、全然違う名前、もしかしてキム・ジョンウンとかっていったことで検索すると全く違うものが出てくる。つまり誰にもこれ正体はわからないんですね。そんなですね、いろんな摩訶不思議ないろんな始まりがあるんですけれども、実際にこのビットコインのですね成長を見てみると、非常にですねものすごい勢いで伸びているというのが分かります。これはちょっと年表でですねビットコインで何が起きたかっていうところを書いたんですけども、2009年1月にビットコインが生まれて初めての取引、これ実はピザ2枚が取引されたんですけども、1万ビットコインがあるんですけど、それで買われたんです。でも現在の価値でいうと約ですね200億円という。でそこから急成長してさまざまなですね盗難とかあったりとかしたんですけども、それでも最高値がですね1万9000ドルで落ちたとしてもですね、やっぱりさまざまなイラン関係が悪化して、やっぱり中央機関危ないよといったことの反発から、またそうは言いながらもこれだけの価値を生んでるんですね。実は政治的な意味が非常にこのビットコインでも大きな意味を持っているんです。実は2017年まではですね、中国がこの市場をですね牽引してました。それどうしてかというと、自国の通貨に信用が置けないねといったモチベーション、つまり不信感ですね。そんなところから悪い意味ではマネーロンダリングに使われちゃったりとか、いい意味ではですね自国通貨への信用不信からそれを回避したいといった流れで、そんな形で成長を遂げてきました。しかしですね、この後大きく潮目が変わりました。そのキーワードが実は日本なんです。2017年以降はですね日本が牽引をしてきたんですね。なぜかということなんですけれども、実は日本は信用がおける円があるんですけども、これからの時代はですね国家がやはりですねこのブロックチェーン通貨を牽引しないといけないということで、仮想通貨法といったものが2017年に施行されたんです。そこからは日本が一気にこう牽引をしてきたといった歴史があるんですね。じゃあこのビットコインなんですけども、今日のテーマ実際に目で見てみようといったことなんですけども、こんな実はサイトがあるんです。これビットフライヤーさんが提供しているサービスなんですけども、今現在生まれているブロック、それをですねちょっと面白おかしくゲーム風にですね見せてくれてるんですね。まあこれ実際にブロックなんですけども、これちなみにジェネシスブロックですね。このブロックの中ちょっと見てみると、こんな形で取引が出てきたりとかするんです。そして実際に、いくらの手数料でいくらが送金されたか、その受け取り先がどこなのかといったことが全部見えるようになってるんですね。ちょっと実際の画面の方も見てみましょう。はい、これが、ビットフライヤーさんが提供するチェインフライヤーとですね、実際に今現在生まれているブロックを表したものなんですね。下の方を見て、分かる通りですね、まさに発掘をしながら今それぞれのトランザクションを処理しているところなんです。そして、オレンジ色のブロックのところが実際に生まれたブロックです。で右側の黒いところ点々点のある、黒いブロック、これが先ほど見たジェネシスブロックといった一番最初に生まれたブロックなんです。今上からどんどん落ちてるのは、今トランザクション待ちだったりとか処理をされた、それを表してるんですね。じゃあ実際にですねこの、ブロックどんなのが今入ってるのかというのをちょっと見てみたいと思います。これ今最新のやつですね。じゃあちょっとこの辺り見てみたいと思います。このブロックをクリックしてみます。そうすると今636251というブロックが出て、今中のブロックが出てきましたね。そうするとこんな形でその中に入っている、トランザクション取引履歴がザーッと出てきてるわけですね。でこれが今実際にハッシュが起きているんですけども、ちょっとこの取引の中身もちょっと見てみましょう。これがですねもうすでに確定をしていますね。実際にここのアドレスに送られたものなんですけれども、実際にこの金額が送られました。でその差分が手数料として出ていくんですけども、さっきもあったようにこんなところにテキストを送ったりとかといったことができるようになっているんです。こんな形で、まさにですねこのブロックがどんな形で生まれてきたのかといったことをですね見ることができるサイトなので、ビットコイン取引したら必ずここに入ってきますので、もしよろしければですねこのサイトなんかも見ていただければいいなと思います。さて、実際に今ビットコインを目にしてみましたが、いかがでしたでしょうか。実はこのビットコインさらに進化を遂げているんですけれども、ここから派生してさまざまなコインが生まれているのはご存知の通りかと思います。そのことをですね、アルトコイン、オルトコインとかといった形で話すんですけども、いろんなですね改善とか問題点を解決をしてですね、進化をしてるんですね。これちょっと年表で出してみたんですけども、リップルとかライトコイン、あと日本モナコイン、ネムとか、よくご存知、お聞きになったものもあるかと思うんですけども、そんな形で時間軸で進化をしてしまう。そして後でお話をしますが、この、仮想通貨、今でいうと暗号資産という言葉になりましたが、その用途もですね、通貨以外とかプラットフォーム機能とかといった形で進化をしているんですね。それともう一つ、私たち日本人が誇るところとしてはですね、結構日本初のブロックチェーンといったものもいろんなものが出ています。ミジンとかオーブとかミヤミとかといったものがあるんですけども、それも先ほどお話をしたように2017年に仮想通貨法をですね、政府が国を挙げて整備をした、そんなこともですね背景には実は後押しをしている要因なんですね。さて、さまざまなコインが存在するんですけれども、どんなものがあるのか、ちょっとこれ実は取引所の画面の見たものなんですけども、いろんなものがですね取引をされています。ビットコインとか EOS とかイーサリウムとかといったものがあるんですけども、そういった暗号資産なんですけども、なんでこんなにいっぱいあるのかということなんですけども、それぞれのですね暗号資産ごとに金額、コストとかですね、あとは性能とか機能とかが全然違うんです。ですので、私たち開発会社やサービスを提供する方々というのは、そのコインの特性を見てどういう組み合わせをすればいいのか、その特徴、そして安いシステムを出せる、そんな知恵を使いながらシステムの方ですね開発をしてるんですね。実は私どもが持っている次世代電子契約プラットフォーム契約 .ai においてもこのノウハウを使っています。さまざまな特性の暗号資産を組み合わせているんですが、ちょっとですねその様子をですね垣間見てみたいと思います。これは契約 .ai における契約書の確認画面です。契約書の編集が済んでてですね、あとは実際にブロックチェーンに登録する前の状態なんですね。では実際にブロックチェーンに登録をしてみたいと思います。このボタンを押します。現在登録中です。はい、これで契約書がブロックチェーンに登録をされました。実はですね、EOS に保存されていることがここで分かっています。で、これをクリックするとですね、実際に公共のですね、パブリックな環境にある blocks.io というところを見てみると、実際に登録をされていることが分かります。今度こちらの画面は、最終的にですね、登録をされた、ブロックチェーンに登録、締結をされた、画面になるんです。で、実はこの最終的な契約書なんですけれども、見てみるとイーサリウムに登録されていることが分かります。またこちらの方を見てみると、こんな形でサクセスといった形で、このサイトでもイーサスキャンというですね、パブリックのサイトでも登録されていることが分かります。私たちはこの2種類のブロックチェーンを実は使い分けています。契約書の、作成途中のブロックチェーン、そして最終的なブロックチェーン、これは価格や性能、機能といった特徴を見ながら使い分けているんですね。こういったやはりノウハウといったものがとてもシステムの開発、ブロックチェーンの活用において重要な技術になってくるんです。さて、実際に、契約 .ai の、技術についてちょっと見ていただきました。はい。実際に契約 .ai の、中でどんな仮想通貨暗号資産が組み合わされて使われているのかといったことを見ていただけたかと思います。さて、こうして契約の業務で使われるようになっているんですけども、改めてこのブロックチェーンの活用という観点からどのように進化しているのか整理をしてみたいと思います。ブロックチェーン 1.0、2.0、3.0 というふうに書いているんですけども、ブロックチェーンの目的自体も進化をしてきたんですね。そしてその今回のテーマである契約に関してもその過程の中で生まれてきてるんです。少し触れてみたいと思います。ブロックチェーン 1.0 の時代、この時代というのはまさに仮想通貨、それをですね通貨として使うといった目的だったんですね。まあ、例えばビットコインとか、ライトコインとかそういったものは取引でまさに通貨として使われていたのは想像に難くないと思います。そして 2.0 の時代になるとどうなったのか。まず最初に金融といった分野での分散型プラットフォーム、後でまた説明しますね。その中でのシステムとして使われるようになったんですね。例えば金融商品、契約も一つですね。スマートコントラクトといったキーワードも出てきます。そしてそれが実際に資産を運用するため、資産を移管するための使われ方だったりとか、クラウドファンディングといった形で資産調達、そんな分野で使われるようになったんです。でそれに適した暗号資産といったものも出てきました。イーサリウム、ハイパーレジャーとか、ネムとか、そんなものが出てきました。そしてブロックチェーン 3.0 の時代といったところにも突入をしてきたんですね。それは金融以外の非金融と言ってますけども、さまざまな分野で使われているプラットフォームなんです。例えば政府における e-government とかですね、医療とか IoT、スマートシティといった言い方もありますね。法的書類、契約書ももっと進化するとそうなります。で個人 ID とかサプライチェーンとかトレーサビリティとか、そこでの活用といったものが始まってきてるんです。すごい進化ですよね。ハイパーレジャーとイロハとかそういったブロックチェーンなんかも使われてきてるんです。こんな形で私たちはこの活用における進化といったものをよくですね知らないといけません。じゃあ実際にブロックチェーンに何が保存できるのといったことを書いてみたんですが、このようにですね契約書とか証明書、権利、証拠、債権とかあらゆるものが保存ができるんです。で私たちはこの保存ができるといったところに注目をしたいと思います。つまりブロックチェーンというのはデータの保存と共有、その次世代におけるデータベースの役割をこれから持っていくであろうといった考えを持っています。ですのでそこに頭を置いた途端にさまざまな活用、あとは技術のトレンドのキャッチアップといったものができるようになるんです。実際にブロックチェーンにおける市場といったものも大きく伸びるというふうに言われています。ブロックチェーン市場における年間成長率、なんと 66%、 そして5年後には1000億円の市場になるよといったデータも出ています。つまりブロックチェーンというのは通貨だけ見ると失敗だなという方もいらっしゃるんですけども、そうではない。次世代のデータベース、次世代のデータの保管場所と考えた途端に大きな可能性が見える。そしてそれは一過性ではなく次世代の技術として大きな歩みを見せるですね、そういう市場だといったことを理解いただきたいと思うんです。このブロックチェーン市場に参入している企業の市場のプレイヤーをまとめたものです。これは2019年のものなんですけども、2020年もっともっと広がっていくでしょう。開発、コンサルとか保険とか取引所だけではなくて、一つ一つのプラットフォームの用途を見るとものすごいですね会社の、ポテンシャルをですね持っているといったことを感じていただけるのではないかなと思います。さて今日はブロックチェーンとはというテーマで始めていきましたが、ここまでブロックチェーンの期待とすごさといったものを分かっていただけたでしょうか。でも疑問ある方いらっしゃるでしょう。一体ブロックチェーンの何がすごいの？こちらについては次回へと続けていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。